どうもこんばんは、加瀬一介です。今日は2023年の3月1日ですね。時刻はまあ約8時ということで、まあ、こちらのヤマトの宅急便の袋を目の前にしてですね、動画を撮っております。ちなみにこちらはですね、この前ライターを買いましたという動画を出したばかりですが、定価6000円のライター2本製を買いましたということで、かなり気に入っています。これですね、私は結構千年球というお灸をよく使うんで、それ用で重宝しております。もうちょっとこの入れ物もこのまんまでですね、ここに置いて日々眺めながら過ごしていくのが良いかと思っておるところです。さて、そういったこともありまして、すでに、サムネになってると思うんですけどね、こちら財布を買いましたよと。で、財布ということで、なんでこんな財布を買ったのかという話をですね、動画に収めていこうかなと思っておりますということで、これオープンもですね、慎重にやらないと大変な目に遭いますので、はい、オープン箇所はここですかね。とりあえず開けていきたいと思います。はい、刃物はですねきちっとしまわないと後で思わぬ怪我をしますね。はい、ということで、開けていきたいと思います。これ多分開け方が違うような気はするんですけど、まあいいや。とりあえずですね、こちら、なんかお店とかも全然知らないんですけど、とりあえずですねこちらを買いました。で、こちらと言われてもあれなんで開けていきたいと思います。まあサムネになってるとは思うんですけどね、ガマ口の財布を買いまして、で、こちらはですね、財布としての用途で使うのではなくて、小物入れです。小物入れとして使っていこうかなと思っております。まずですね、どうも手紙が入っています。店の紹介も兼ねてやっていこうかなと思っているんですが、こちらですね、バッグ、財布、小物、革小物ということで、確か京都のお店だったと思うんですけど、中にこのような形でですね、紹介する手紙というかパンフレットが入っておりますね。なにわ屋商店、株式会社さんですかね、株式会社なにわ屋商店という110年を超えてということで、いろいろ書かれておりますね。まあ、こちらも、ご紹介したいぐらいあるんですけどね。本革友禅とか、そういったものをされてるということですね。こちらですね、インターネットで、小物入れを買おうと思って、いろいろ調べていった中で見つけたのが、今回のこのご商品というか、商品だったんですね。一応パンフレットでしたと。そして中に手紙のようなものが入っていますので、こちらも一応確認を。こちらにはですね、私の本名等々が書いているのでお見せすることはできませんが、値段が税込み送料込みの4260円でした。なので、一応こちら4000円の品ですよということでお話ししてまいりたいと思います。開けていきます。まず4000円の小物入れということをですね、ご理解いただいて、そんな4000円もして小物を何を入れるのかなという話になると思うんですけど、一応こちら見ていきたいと思いますが、はい、このような感じで入っております。背のひらに、ポンと乗るぐらいのサイズですね。で、はい、こちらです。ちょっと今手に乗せて持ってみて、なんかちょっと恥ずかしくなるぐらいあれなんですけど、めちゃくちゃ可愛いんですよね。これはですね、なんというかこの角度から見るとちょっと画面だとあれなんですが、もうなんかものすごく可愛らしいんですよね、これ。で、手触りがすごくいいですね。なんでしょうね、革なのかちょっとよく分かりませんけど、多分革製品だと思います。で、ほんと手のひらサイズにちょこんと乗る感じ、素晴らしいですね、これが。で、ちょっと今手に、ネット越しで見ていて可愛いなって思ったんですよね。ああ、これはなんか知らんけど可愛らしいと思って、いいなと思ったんですよね。そしていいなと思ってすぐ買いました。で、中はですね、一応こういう綿というかスポンジが入っていて、で、何か
あ、まあ、こういったものが入っていますね。メッセージカードというか、タトカーフというのはちょっとよくわかりませんけども、何和屋という、まあ、お店ですね。で、日本製と書いていますので、この度はお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。これからも夢のある製品作りのため努力してまいります。末永くご愛用ください。で、お取り扱いの注意と、天然比較は水分に弱くシミや色落ちすることがあります。雨や水などで濡れた場合は柔らかい乾いた布で拭いてくれということを書いておりますね。ちょっともう一度お見せしますけど、これめちゃくちゃ可愛いんですよね。これがこう手のひらにこうしっかり乗る感じで、こう愛らしい顔ですよね。これ左右完全にあの逆転させたら形が全く同じになるというか、うん、まあそういうわけではないんですけど、あのなんでしょうね、なんかこうガマっていうことでカエルをイメージはしてると思うんですけど、カエルよりもどちらかというとこうアサリっぽいかなというか、アサリのような雰囲気を感じていますけどね。で色もあの6種類ぐらいあったんですけど、なんか意外にあんまり好きそうじゃないこの色合いのやつにしたような感じだったんですけど、なんかこうあのちょっと普段選ばないような色だなと思いました。模様もそうなんですけど、でなんでこれにしたかっていうと、まあ、やっぱりインスピレーションでこれが一番良かったんですけど、実際手に持って今見てみてですね、あいいなという感じがしますね。でこれ何を入れるかといえばですね、まあ実はそのまあこちらを入れようかと思ってたわけではないんですよね。入らないし、違います。これを入れるのはですね、実はこちらです。これは、ベース用のピックなんですけど、これピック入れにしようと思って買いました。まあ、ここでですね、まあ、言い訳タイムというか、何を考えているのかということをお話ししたいんですけど、あのギターのピックって1枚100円しますというか、まあ、100円より安いピックは使うべきではないと思っていて、で正味ですね、あのこの 2,3 年だけでも40枚ぐらいピック買ってるんですよね。これ4,000円です。4,000円、40枚ピック買えば4,000円で、今手元にまあ10枚ぐらいあるのかなっていうことは30枚ぐらいなくしてるんですよね。とでピックは消耗品でもありますので、やっぱり ある程度こうなくすんですよね。なくなってしまうというか、でそんな時にですね、こう適当な扱いをしてどん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 失っていくようなことをせずに、ちゃんとした入れ物に大事にしまっておこうかなと思って、ちゃんとした入れ物が欲しいということでこちらを求めたということになります。まあ実はこのライター入れるやつを買おうとも思ってたんですけど、まあでもライター入れはもうこれでいいかなと思ってですね、まあこれですごい収まりがいいんですよね、この感じで。はい。なので、まあライター入れはこれでいいかなと。で、まあこちらのペンギンのライターのちっちゃいやつがこれ火がつくことが分かりましたんで、まあキーホルダーでもつけて、まあ一応これを車の中に常備、持っておこうかなと思いまして。だからまあこれは部屋用で、こうして飾っておけばいいかなということなので、こちらにはですね、まあピックを入れて、でピックはこの中で管理すると、で常に持ち歩くということをやろうかなと、そういうふうに思った次第です。はい。ということでこちら4000円ぐらいしましたけど、まあ思ったよりちっちゃかったんですけどね、まあでもサイズとしてはまあ非常にちょうどいいぐらいです。はい。なので、これからこいつを大事にしていこうかなと思いました。最近日本製だなんとか言ってですね、結構、いわゆる無駄な買い物をいっぱいしてるんですけども、まあでもこれを買ったことによってこれで売り上げ1となっていただければですね、まあ少しでもこう、まあ、制作意欲を持って取り組んでいただけるんじゃないかなと思いますので、まあ、あのメイドインジャパンを推奨していきたいという思いから買いました。はい。まあそういうことになりますので以上になります。それではご視聴どうもありがとうございました。